チューリングラブってさ、一人で歌う曲じゃなく、チューリングラブってあれじゃん、あのラブラブラブソングじゃん。テンテテルなら正面勝、シンプルな QED。 一人で歌う曲じゃないから、おかゆんから男性パートの音源、ちょ、おかゆに行っとこうかな、ね、おかゆお願いがあるんだけどさ、チューリングラブさ、おかゆさ歌ってしよう、さ歌枠でさ女の子のパート歌うから、おかゆ歌ってよって、歌った音源ちょうだい。くれそう。いいよ、しおんさん大好きだから僕あげる、言ってくれそう。似てる？え、嘘。もぐもぐおかゆ、僕しおんさん大好きだから音源あげるよ、今度は一緒に生で歌おうね。似てる？嘘！嘘！おかゆ！なーに、しおんさん。おかゆ！大好きだよ！もう、僕もしおんさんのこと大好きだよ。もうそんな嬉しくなっちゃうの、おかゆ。今度一緒にさ、チューリングラブ歌おうね。当たり前じゃん。僕もう録音してある。ほんと？寂しすぎるからやめて。なんでそんなこと言うの？なんでそんなこと言うの？隣におかゆいます、今。やばい。しおんさんバレちゃうよ、僕が隣にいること。あ、ごめん、ちょっとバラすところだった、ごめんね、おかゆ。いいよ、悲しくなってきた。悲しくなってきた悲しくなってきたよ、噛みしめていよう、終わるな夏よ、天病の歌でした。いや、これ二人で歌う曲なの、男と女が。男と女が二人で歌う曲なんだよね。ほら、終わるな夏よ、終わるなって言ってたでしょ。それはこの二人の青春だからだよ。つまりこの 歌をね歌ってる人たちはリア充なの、いい関係なんよ二人とも、多分ね、そう二人とも思い合っているわけ、両思いってわけ。まあね、みんなとしおには分からんね、まあみんなには分からん。しおにはしおにはおかゆがいるもんね。ねえおかゆ、僕はしおんさんしか好きじゃない、シオンしか勝たん、シオン大好きねえ。ほら、そうだから。だからそういうことなんです。わかるか、そういうことなんだよな、みんな。よし、